この新曲、もっとやっていきたいと思います。もっとエクスクラメーションエクスクラメーションマークエクスクラメーションマークね、あの闇鍋よりエクスクラメーションマークが1個少ないっていうのが特徴ですかね。ちょっとよくわかんないけどもやっていこう。ちょっとまあどうせならね 3DMV の方もたまには見ていこうということで見ていこうか。はい、ちょっとね最近僕気づいたこと、何これおしゃれ、なんかアニメのオープニングとかにある始まり方みたいな感じ、なんか色すごくない？めちゃ緑いいんやけど、あのジャケットもちょっと緑かったよね。とかモアモアジャンプのあれか、なんかイメージカラー緑感あるわ確かに。まあクローバーみたいな感じのイメージあるで、なんだこれ。おお、お明るっ、大丈夫これ、なんかやばい、 iPad 壊れそうな予感がするiPad この重さに耐えれん気がする。なんかめっちゃエフェクトすごくない？なんてやばい、またまずい、まずい、まあ耐えれるか。めっちゃなんかカメラワークすごくない？あっちからあっち行ったりこっち行ったりめっちゃしてない？ MV のクオリティすごくないですか？あと背景のエフェクトが激しすぎる。はい、おお。そうで、な何話しとったんやけど、ちょっとさっき何話しとったっけ。あ、そう、気づいたことがあって、あの僕ちょっとね動画ちょっと自分のをね多分あのもういつも見返さんのやけど見返してみたいんで、早口すぎるんやって。だからもう何言っとるかわからん、聞き取りにくい。そう、滑舌が、滑舌ね、滑舌がただでさえ悪いのに早口すぎるもんで何も聞き取れんっていう、もう何のか何かも何を言っとるかもわからん動画。お、すごい、今星あったよ。あ、曲めっちゃいいじゃん。何度だって失敗しようね。まあちょっとまあ結果主義やで、ちょっと失敗したね。あんまあれやけど、ちょっと何撮るか分からんねちょっと喋ることがないと。あ、もっと、もっと、もっと、そう、モアモアモアやでね、モアモアジャンプやでね、もっと行こうや。え？え？あ、あ、鼓動の音みたいな。あ、めっちゃいいじゃん曲。曲いいね。めっちゃアイドルみたい。なんていうかアイドルなんか。アイドルやったわそういえば。そりゃアイドルみたいわ。なんか当たり前のこと言っとったね。いいね。まあボロボロですけどマスター AP するんで大丈夫。あ、ランカーがちょっと。あ、曲が、作曲者があの、純喜さんやもんで、あれか、僕に結構、ぶっ刺さる曲やったんか。納得した。おお、あ、すごい。この、あれね、あの、何、なんか、トレースノーツか、なんかあれ、この、エフェクトがついてる感じね、ノーツに。おしゃれやね。かめちゃくちゃ手が冷た、おお、ね、あ、すごい、この、これ、これ、かわいいね。ええパッパーでなんか、手開いとる。手開いとるんか、これ。なんか開いとるんやけど、何この形これ何、これどうすればいい、なんかなんだこれ。ああ、横フリックだ。トレスノーツがすごいね。うわー横フリックある、トレスノーツで横フリックしとるで。あ、トレスノーツ緑っぽいで置きまくってるみたいな。いや関係ねえか、なんか緑っぽいやんこのジャケットとか。やれ緑っぽいトレスノーツ置きまくるみたいな、なさそうなんやな。うん、そう、ゆっくり話そう、ゆっくり。どうせはもう譜面はもうどうせ AP できるで、もうもちろん。まあランクさっき見てもらったらわかるけど、ランクレベルか349ですからねプロセカ体験版からやってますからね、そりゃねある程度できますよ。おお、なかなかいないんじゃない、います、体験版からやってるって人も。僕あんま見たことないんやけど、でもね体験版の時はね割とね火花のエキスパートすらできんかったで、結構成長したよね。そう思うと、そう、もっと行こう、もっともっと上手くなろ。ああ、ああ、もうダメだ、上手くなれない、ごめん、失敗しかしてない失敗しかしてない。おお、ダメかもしれんね。もっともっと、あ、これこれかわいい。おお、なんか濃いね2枚重なっとったり濃かった、あのロングがこの形ねなんだこれ、どういう置き方、
いいね。この勢いのまま行くぞ。はい、ということで一グレでね、ちゃんと失敗したということで、今日はねこの失敗で終わっていこうと思います。ではさよなら。